はい、どうもこんにちは、小林隆です。昨日ね、六義園にもみじ狩りに行ってきたので、ちょっと振り返っておきますね。今入場制限ありますから、事前にウェブで予約なんかを入れますね。はい、こんな感じで、庭園のもみじなんか色づいてるんですけどね、まだまだもっと色出てくると思うんだけどね。あ、真ん中にこんな大きな池があって、まあ亀がいたり、まあ鳥がいたり、あー、そうですね、こんな風に天気が良かったのが何よりでしたね。これカモかな、結構そこら中にいましたね、カモが、うん、なんか癒されますね。あー、可愛かったですね。そしてこんなね、まあ一部ですけどね、竹林みたいになってるとこもあったりとか、これはね、これ藤棚だと思うんだよね。だから季節によっていろんな見物がありますんで、全体はこんな感じで、真ん中に大きな池がある感じですね。はい、これは六義園の、まあ、説明ですけどもね、読みたい方止めて読んでください。さて、ここがですね、まぁ、ちょっとこう小屋、なんていうんですか、あずま屋みたいになってるとこね。結構いろんなものが売ってましたよ。おうどんとかがあってね、美味しそうでしたよ、ほんと。で、今日は、昨日か、お汁粉をいただくことにいたしました。はい、というわけでね、六義園という公園、庭園ね、まあ、非常に、季節を問わずね、いろんな植物が見られる、まあ、庭園なんですけども、まあ、桜だったりとか、まあこういうもみじ狩りの季節もいいですしね、さっき言った藤だとか桜の時期もいいしって、結構いろんな時期楽しめる、庭園でございます。まあ、もちろんコロナのことでね、ある程度入場制限っていうのあるみたいですけど、整理券で、まあ、1日に何千人とかっていう風に決めてるみたいなんで、まあ、そんなにこう、なんだろう、美術館とかみたいにチケットが売り切れてますみたいな、そういうこともないのでね、空いてる時間でね、行ってみたいなと思うときに、ちょっとウェブサイトをチェックしていただけたらと思いますね。いや、でもね、ちょっと歩いて、疲れたところに甘いお汁粉ってやっぱりいいですよね。とても体が癒されましたね。でも本当に天気が良くて良かった。翌日の今日はだいぶ気温も下がっちゃったし、昨日は最高のもみじ狩り日和でしたね。はい、もっともっと色づいてから行くのもおすすめです。というわけで、またね、バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あ、あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。小林隆史でした。